見てわかるんだけど、こう離れてないのね。彼の中心に彼の手は下で自分は手、そういうのが本当の形ね。鉄管。これ横に来ちゃうと、これは転換じゃないのね。これギューってやったら手痛いよね。だから手離してボカってこういうとこやられちゃう。怖い。僕も自由、彼も自由だから。で、彼はギュッて持ってんだけど、基本は持ってんだ、しっかり持ってよなんつってやってんだけどね。本当は離すの自由。だから、ここストレスがうんとかかっちゃって、かかっちゃって手が痛いなって、この彼の手が痛ければ、自分の手を離して、パッてこうとこ来るのね。だから、そういうことを考えて、手をなるべくストレスを与えない。そして自分が彼の視覚に入るっていう。ここ痛くなるのね。うまい人とやってると全然痛くない。下手な人とやってると痛い。やたら痛いやったら痛えんだよって言いたくなっちゃうぐらい痛いの。それで、ガッたら痛いんだからね、彼はね。だから、こうやってやらないように自分が先にこういうふうに入ってる。で、ここストレスないんですね。で、姿勢が回す。できたらあんまり前に出ないで、彼の後ろにこういうふうに入ってる。できたらね。で、深く入ってる。深くないと視覚じゃないから。離れていけばいくほど視覚じゃない。あれだぜ、あれじゃない。深く入ってて、で、この手が邪魔で、彼は腰も回せない。っていうふうにしたいのね。それで、こういう形ね。で、姿勢大事。じゃあ、僕の情報源は目で見てる。それと、ここ、漢字。この二つあるのね。あと、まあ、霊的なそういうこと言ったら気にないんだけどさ。一応そういう話ね。で、こう、取りに来たら、で、ここの感覚と、見てる。で、一番嫌なのは、食らっちゃってやられちゃって、で、殺されちゃうのが一番嫌なの。で、殺されちゃったらもう何やってもダメ。死んだら終わり。将来ないね。だから、殺されないようにしたいの。そのために、こういうところとか、バレないように。彼と、ここで競争してると、一緒にこれ見てるでしょ？で、感じてるの。で、感じるっていうのがすごい大事なの。感じられないと、ダメなの。だから、ここはセンサーなの。目はセンサーなの。だから、なんていうの、武道だからね、一応。戦いだからね、戦いから始まってっから、一度って。で、こう来た時に、こうやって、ギューってやって、自分勝手にやったんじゃ、やられちゃって、おっとっとになっちゃって、あーってやられちゃうんだよね。だから、そう、やられちゃうんだよね。だから、なるべくここの感覚、彼が気づかないうちにもらっちゃいたいわけよ。で、やっつけちゃいたいわけ。で、そのために、転換とかやってんの。で、転換っていうのは、こういう形ね、こういう形、これ基本なの。基本ってのは、もう本当にこれ基本なの。このためにやってんじゃないかと思うぐらい。全ての技。で、いろんなこと、一つじゃできないから、わかんないから。こういう感覚とか、こういう見てるとか、足が来る、手が来る。いろんな情報があるんだよね。情報があって、それを、この感覚と一緒に、自分の体をどうやって動かせますかって、そういう話なのね。刀って買っちゃったらやられちゃうんだから。だからやられないようにこういうふうにやってるの。やられない。そして彼は、ついちゃった感じ。で、自分は自由。で、お互いに自由だから。この手を離してボカってこういうふうにやることも彼は自由。お互いに自由。だから、こうやってやったら手離して、あーってやられちゃったらそれで死んじゃって終わりだよね。だからやられないようにしたいわけ。それでこういう傾向があるの。難しいんだけどね。形は簡単に見えるけど難しい。全部入ってるの要素が、これ。全部。今まで稽古したのがね。僕だったら50年とかさ、他の人だったら40年とか30年とかね。全部入ってるの。で、転換って形になってるの。そういう話だから。で、目とこの感覚。それを研ぎ澄ましてやってるってことね。そういう話。それで、稽古方法としてこうやってんだけど、視覚に入ったら次の段階。こういう。これも、感覚を研ぎ澄まして、手離すの自由。彼、ね、ここ自由。で、こうやってやって、来たら手離してボカって、ボカってやられちゃうんだよね。だからやられないように、こう来たんだけど四角に入って、そしてもらってるって。そういうふうにやりたい。そういう話ね。だからこう、全部これ、こういう、簡単に見えるけど、形としてはダンスじゃないからね。こういう、お互いに、そのために受ける身の人がいて、鳥の人がいて、って形だから。で、鳥の人は、僕が何をするか、こう通じて感じてるわけ。で、反撃があったら反撃を本当はしないんだけど、まあ、そのレベルに応じてだけど、上手くなってくるとね、あ、外れちゃうよ、それじゃ、っていうかね、ああ、やられちゃうよって、そういうふうに教えてくれてるわけ、受け身の人はね。で、それが仕事だから。で、僕が何かやろうとする。そうすると彼は、それに応えて自分の体を使って、それを反応してるっていうかな。そう、教えてくれてるって、自然な反応を教えてくれてる、体の自然な。そういうのが仕事ね。だから、きれいに受け身取るのが仕事じゃないから、こうやって失敗したら、ああ、失敗って、だから失敗しないと気がつかないから、失敗するのが稽古。だから失敗するために稽古してるのね。成功するために稽古してる。何もなんないんだから。失敗して、ああ、いけねえやってなった時に初めて気がつくの。で、そういうことで上としてやってるのね。上は、まあ、わかりやすく言ってんだけどさ、こうやったらダメなんだよね。あ、よくかかってるから。で、自分が自立して、自由で、手離せるよ。だけど離せる前にやったよって。いい場所もらったよって。そういうふうにやってるわけ。上も下も。で、下とか、下も。こうやってやる前に、出しとかなきゃいけねえな。で、下げなきゃいけねえなって。そういう、全てをこういうところを感じながらやってるってことね。じゃあ、上と下。